切り抜きはフラワーですね、円錐の大きい方2から4杯をかな、はい、って書かれてる方で抽出していきます。でこれはフラワーを使ってるんですけど V60 とか、まあ、他の円錐ドリッパーでも同じようにやっていただければ OK です。では抽出をしていきたいと思います。レシピはこんな感じです。さあいきますか。まず50ミリで蒸らしをしていきます。はい、で30秒まで蒸らします。さすがにスピンできない、まあ、やろうと思ったらできないでもこれ2発以降だからスピン意味ないじゃないですか。で、こっから50ミリずつ、30秒が来たら50ミリ入れてきます。で、1、2、3秒間隔で50ずつ入れてきます。はい、で、1、2、3秒間隔で50。はい、1、3秒間隔で50。普段このサイズのドリッパーうちの動画で使わないじゃないですか。はい、なんか新鮮ですね。そうですね、30ってなるともう絶対ディープドリッパー使っちゃうからね。今日は皆さんに優しく家にあるものでできるよっていうところ ね、 ね、みんなの家にディープがあるわけじゃないから。そうですね、あってほしいけどね、いいドリッパーだから。これでちょっとこうディープドリッパーっていうのがあるんだっていうのを知ってもらえたらいいですけど、まあディープドリッパーって専用のフィルターなので、ね、家にあるものでってなったらやっぱりそれですかね。そうですね、550まで入れて落とし切ります。意外と早い。今2分25分。500で止めてもいいし、550で止めてもいいです。今550でいってるんですけど、ギリギリ本当ね、いい具合です。ああ、大丈夫だと。いいぐらいじゃない、この辺なんで。そうよね、この辺、こういうことよね。はい、なんで、いっぱいまで入れようと思ったら550で落とし切り、ちょっと余裕持たしたいなっていう人は500で、この辺まで。そう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 、500で行ってもいいと思う。暮らしとコーヒーの動画2発以前の明るいコーヒーの入れ方をやっていきます。レシピは続きましてこんな感じです。はい、入ってみましょう。揺れてる、うん、今センサーが反応した。100ミリ注いでいきます。勢いよくぐるぐると、うん、100ミリ注いでいって100ミリで、あ、できるかな。1、2、3。これは無理にしてもしなくてもいいです。で、30秒まで蒸らしていって、次は200ミリ入れて300ミリまで持ってきます。100ミリはぐるぐるサークルで入れてって、で、100ミリはセンター。
でこのまま1分半ぐらいまで待っていきます。ので次は同じように200ミリ。はい、500。あと50入れたらちょっと危なかったかなっていうか、まあお好みで、この途中であと50入れてもいいし、でもまあこの方がシンプルなんで500で落とし切りでいきます。まずはい、抽出完了です。3分3秒で500ミリ抽出して、こんぐらいです。ちょっとチェックしてみてください。なんか適量な感じだから、その人によって判断してください。そうです ね、ご自身で飲まれる量で判断していただければなと思います。